初めて食べる味やこれ、はい、かぼちゃはすごいまろやかやけどオレンジピールが爽やかで、ね、そうっすね、不思議な感じの。そんなんも自分たちで作ったり、しゃれてるな。こんにちは、呂布カルマです。東淀川区に来てます。実は僕はね、東淀川区に小学校卒業するまで住んでて、今名古屋に引っ越したんですけど、なんでもうでも25年以上前なんで全然わからないですけど、一応ね里帰りの気持ちでね来ましたね。こちらです。はい、喫茶葵さんに来ました。なんやろな、まあ、めっちゃ普通の、まあ、どこにでもある感じのね、パッと見は変にカッコつけてないフォントでね、いいですよね。じゃあちょっと入っていきましょう。はい、お邪魔します。あ、めっちゃおしゃれ。失礼します。呂布カルマです。お邪魔します。 JR 東淀川駅近くに店を構える喫茶葵。こちらは少し変わった経営スタイルだそうで。お若いですね。はい、マスター。うちの喫茶葵のスタッフがそもそも全員が大学生なんですよ。はいはい、今お店自体、そうです、現役大学生で、お店自体は今年の5月からオープンしたばっかり。新しいですね。まあ、確かに綺麗な。はい、で元々は1年間曲がり喫茶と、あとはイベント出店とかをしてて、何曲がり喫茶、週1回だけお店を借りるみたいな形で、はい、日替わり店長みたいなお店があって、そこで元々喫茶店だったんですか。元々喫茶店です。で前のマスターが突然あのパン屋さんになる、でオーナーだけじゃなくあのパン職人の方にもなると。ほうほう。そしたらお店しばらく閉めなあかんねんってなって、もしあれやったら曲がりの日数増やしませんかみたいな話になった時に、うん、もうそれやったら毎日やっていいですかって言って、僕らもう全部自分たちで管理してやるんで、もうちょっとこの店乗っ取らせてくださいって言って、今年の5月からお店として学生だけで運営する喫茶店で、立命館、同志社、大阪大学などおよそ15人の現役大学生が日替わりマスターとしてカウンターに立ちます。マスターおいくつですか。僕23です。24か。こんなまだブラックコーヒー、ブラック飲めるようになって2年ぐらいじゃないですか。いやもう全然飲みました。いくつから飲んでるんですか。中3か。こいつ忘れてんな忘れてるな。マジ理由がおっさんっぽくて、はい、あの朝めっちゃ早起きしてた時期があって、でその時に早く学校行くのもいいけど、朝なんかゆっくり本読んだりするのが好きやったから、ゆっくり本読めない。でもその高校生とか、高校生の時に焦てんな何それ。ただなんか1秒でも長く寝てたりとかさ、何その朝起きてゆっくりコーヒー飲みながら本読む時間を設けた。いやなんかコーヒーかなんか飲みたいなみたいな。何週目なんですよやば言ってること。ではじゃあちょっとおすすめのね、はい、コーヒーを。おすすめなんですけど、はい、いつもお客さんにフルーティー、マイルド、苦味で伺ってるんですけど、はい、何が好みとかありますか。麺固めの油普通わかりました嘘やろわかるんそれで。いやなんか、まあ、お客さんによったら何がいいですかって言ったら、もう肩こり取れるやつくださいとか。店間違えてるやん。意味薬局やん。でもなんかそんなんでも対応するっていう。すごいな。コーヒー豆の購入から焙煎まで全てを学生自ら行います。その日のマスターによってサイフォン、ネルドリップなどコーヒーの入れ方が変わるのも、さまざまな味が楽しめると評判なんだそう。苦味のホンジュラスになります。いただきます。苦味のホンジュラス、はい、いわゆる深入りのコーヒーですね。いただきます。うん、美味しいですね。ありがとうございます。どう言ったんやろ、美味しい。いやもうなんか澄んでるっすね、すごい。そうですね、なんか僕が一個あるのはその量を飲めるっていうのもそうやし、あと冷めても美味しいコーヒーっていうのが一つ好きで、はいはい、ずっとコーヒーの口で折れたら幸せやなって、美味しい味が続いたらもう豆噛んどけよなんかあの和食とか食べたらだしとか美味しかったら、なんかずっと飲みたくなるじゃないですか。分かる分かる。あの感じです、あの感じ。確かに確かに。
じゃあちょっとフードとかもあるんですか。はい、やっぱコーヒーに合う食べ物とかもそういう観点から気まぐれでジェラートがあるんですよ。ほうほうほう。でそれもコーヒーに合わせるのにいいジェラートみたいな形で提供してて、今あるのがバニラの、まあ自家製のバニラのジェラートと、あとかぼちゃとオレンジピールのジェラートの2種類があるんですけど、しゃれてる。どちらがいいですかね。かぼちゃかな。かぼちゃで珍しいし、はい、かぼちゃとコーヒーって合うんですか。かぼちゃとコーヒーめちゃ相性いいです。へー。もともとまあ、コーヒーに合わせるためにも作ってるんで、少し甘く作ったりとか、オレンジピールってねスパイスとかにも使われてたりするんで、なんかそのコーヒーを飲んだ口でアイスを食べて、でアイスを食べた口でまたコーヒー飲むとちょっと味が変わるんですよ、口の中で。まあそりゃそうやろ。そのなんていうのかな、広がるというか味が、それがめっちゃ面白くて。じゃあお待たせしました、ちょっとかぼちゃとオレンジピールのジェラートになります。で最初はちょっと硬くて、でどんどん時間が経ってくると食べ頃になってくるんで、かわいい感じ。します、いただきます。あでも最初から割と、お初めて食べる味やこれ、はい、なんかかぼちゃはすごいまろやかやけど、オレンジピールが爽やかで、なんか不思議な感じの。そんなんも自分たちで作ったり、シャレてるな。それをコーヒーに合わせるとめっちゃ美味しくて。なんかより苦味がなくなるっていうか、さっぱりするんですね。これそうですね、まろやかになったり、そう、まあ、すごい柔らかくなるっていうか。あとはそのオレンジピール自体が入ってて、うん、こう口の中に残ってたりするとコーヒー飲むとまだ蘇ってきたりとかして、スパイスとコーヒーって結構相性が良かったりして。いや深いっすね。俺ブラックの缶コーヒー一気飲みしてんの恥ずかしくなってここからは喫茶店の落ち着いた雰囲気の中でご自身の話を聞いていきます。呂布さんが疲れた時に、はい、まあ、癒す場所であったり、何か方法ってあったりします？風呂っすね。自宅の風呂。やっぱ昔は時間もなかったし、あとシャワーだけやったんですけど、子供ができてから毎日こうお湯を張るようになったんで、まあ、子供たちが入った後の赤だらけの風呂に入るんですけど、そこにこう追い抱きしながら1時間ぐらい使ってっていうのがいいっすね。あ、1時間も入る？1時間ぐらい入るっすね。電気消して窓から入ってくる光だけで入るんですけど、あの明るくしてると子供の赤とか目についてしまうんで暗くしてでも実は一番風呂よりその人が入った後のお湯の方が柔らかくなってて、皮脂とかが溶けて体にいいらしいんですよ。ちなみにそこでその詩とか考えたりとかもしない？あ、でもそうっすよ。それで携帯持って入って、その溜まってるメールとかをそれ返したりとか しながらですね。あ、じゃあまあリラックスしながら。そうです、そうです。あとまあ自分の自宅のリビングのソファーで横になってる時とかですね。あ、じゃあ別にそんなにどっか行ってとかそういうのはあんまりないってこと？そうですね、うん、出かけてリラックスするために出かけるってことはないですかね。自宅っすね。まあでもそれが一番心が落ち着くっていうことなんですかね。そうですね。まあ最初寝た後リビングでゴロンと横になってネットフリックス見たりとかしてる時間が一番やっぱ楽っすね。